あの一度のバイクやったら一人で撮るたりやった。今回ルイちゃんのバイクは優しいやったね、でも音も聞こえんやったし誰もらってると思ってた。
木村シェリー、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、準優勝斉藤選手、はい、3位、はい、会長梅田、はい、それでは選抜戦優勝松尾選手、はい、2着内田選手、はい、3着金子選手、もう一個ある、あ、いや、これは違うんだ、これあの広島のあの方が昔のオートレースの DVD 焼きましたんで、誰か見る方いればドアコンとあります。あ、そうこっちやる、あ、でも DVD で大丈夫、お願いします。次回に持ってきてください。で、次回は8月の第1週はもう練習参加で、練習したいという方がいるので、もう練習したい方は第1日曜日に集まって、今日やるは模擬レースで、はい、だけど12時以降じゃん、まあ、これそうですね、11時12時はエンジン停止で、もう自由参加でお願いします。で、まあ軽い選手インタビューはええんですか。あ、優勝インタビュー、気があったの忘れちゃった、特になんもない、いや、初優勝、前回逃した悔しさを、お疲れ様でした。まあ、こんな新人に、まあ、皆さんの お心遣いのおかげで、みんな手を抜いてもらったに違いないと思ってます。まあ、次回からちょっ と後ろから走る、追っかける形で、まあ、抜き差しを楽しめるんじゃないかなと思いますので、皆さん、お互い頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ではまた、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ゆうちゃん、走るの走ってよ。また足の方が正面つけるね。お前様片付けするって、どうか練習して。